えー、まずです支援の学びとなりました、えー。今日は支援の5編です、えー。では早速支援の5編をお読みいたします。最初に支援の5編。指揮のためにフルートに合わせて、えー、ダビデの参加。私の言うことを耳に入れてください、主よ私のうめきを聞き取ってください。私の叫びを心に留めてください。私の私の髪、えー。私はあなたに祈っています。主よ朝明けに私の声を聞いてください。 朝明けに私はあなたのために備えをし、見割りをいたします。あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高,る誇り高ぶる者たちは、恩命の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべての者のを憎まれます。あなたは偽りを言う者ども滅ぼされます。死、えー、は血を流す者と欺く者と意味嫌われます。しかし、私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、 あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かって入れ伏します。主を、ま、私を待ち,の待ち伏せている者がおりますから、主を、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。私の口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下で、 を言うのです。神を彼らを罪に定めてください。彼らが己の明ることで倒れますように。彼らの華々しい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。こうしてあなたに身を避ける者が皆、喜び、徳こまでも喜びを歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。主を誠にあなたは正しいものを祝福し、 大盾で囲むように愛で彼を囲まれますはい、えー、支援二編でしたでは早速、えー、支援五編の学びに入っていき,いきます、えー、では支援の五編私の私の神、えー、外説表題は四節の弦楽器と違ってフルートを伴奏楽器として用いるように指揮者に指示している ダビデの参加とあるが、時代的な背景や具体的な状況はわからない。サル王の宮廷にいた時期か、ダビデ王の時代のことだろうか、ともかく、偽善的な敵による悩みと苦しむ中で、神に捧げられた祈りであり、でありしかも緊,張に緊急に神の決定を求める祈りである。三辺同様、朝の祈りの支援であることは、特に三節の朝明けに。 の繰り返しから明白であるが内容が神を正しい裁判官聖なる宮に住みたも王として仰ぎ、きその最終的な判決を願い求めていることからここでは二節の言葉をこの支援の中心として扱う王であるダイビデが神こそ真の王であると告白している詩篇である内容区分 1>, 1から3節、えー、速やか求めが速やかに最終的に聞かれるように祈る。4から6節、神は悪,悪者を許されない。7から9節、神の恵みを信じ悪者,、ま、悪者からの守りを求める。10から12節、悪者の処罰は正しい者の,の喜びとなる。後悔、えー、1節の埋めきという言は39編の3節にも使われている。 そこから推察すると言葉にならない低いうめき声かあるいは神のみ聞こえる心の中の訴えという意味であろうダイビデの嘆きは大きく深いので神に向かって忍耐強く祈り繰り返して訴える彼が神に向かってうめき叫び祈る根拠は2節の私の王私の神にある私の王とは主が王の王であられるという告白である 誰では神の民、イスラエルを代表する王であるが、自分の王職は神からのものであって、地上における神の代弁者であるという自覚が明白であるから、最終的な判断を大王である神に求めようとするのは当然である。また、私の神、ヘブル語のエロヒームという表題によって、裁き主としての決定を与えてくださる,くださるようにという意図が明らかにされている。 朝ごとに神を裁き主と仰ぎ、その神の前に正しく歩むことを願い求める、へりくだった姿を、これらの言葉に見ることができる。私には、えー、やましいことは少しもありませんが、だからといってそれを、それで無罪とされるものでありません。えー、私を裁く方は主です。えー、第一、コリント・ビッの手紙4章の4節との信仰である。3節では朝焼けが繰り返されて強調される。 一日の始まりにこの世の技の始めとして神に祈りを捧げることが大きな喜びであるということは支援の中で繰り返し歌われている57篇の8節59篇の16節88篇の13節92篇の2節備えをしとは整えるということで礼引記一章の8節で祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪と祭壇の上にある日の上の 木の上に整えなさいと命じられているように朝の祈りの言葉内容心を整えるという意味であろう文字通りいけねの準備をすることではないこのことは見張りをする待ち望むという姿勢が祈りの答えを待つことを示していることからも理解できる三章ミカの七章の七節羽ばく章二章の一節四節からは整えられた祈りという捧げ物のの内容が記されている。 101編で歌われている王国の理想はこの支援で刻されている神の聖なる御性質に基づくものでありここにダビデの祈りの根拠があるカーク・パトリック悪や災いと神との関係には何の関係もない4節ヤクブの1章の13節災いはあなたと共に住まないを72役は 悪者は神の客とならないと訳している。3章支援の55編。5節6節には悪者たちの種類が具体的に記されている。それは誇り高ぶる者、不法を行うすべての者、偽りを言う者、血を流す者、欺く者たちである。これらはいずれも神の聖なることと、大しい裁き主であることを認めない者たちである。彼らは御目の前で裁きを受ける時。 神の法廷で正しいと宣告されないしもちろん神と共に住むことはできない神は彼らを憎まれ滅ぼされ忌み嫌われる強い剣を憎しみを,を表すまさに悪者は自分の悪によって裁きと滅びを招くことになるブの手紙一章の14節と15節7節は5節6節で悪者が自分の悪によって神から拒まれるのにる るのとは対照的に神を恐れ、信頼する者は恵みによって神に近づけられることを証明,証明している、表明している。神の家に迎えられる特権は神の豊かな恵みによるものである。神に対する恐れが神の招きを確信させ、神の前で減りくだることが恵みを増し加えることになる。あなたの家、あなたの聖なる宮という表現からこの支援をダイビデ時代のものではなく、 もっと公正のものとする見解があるが、死の家という表題は、失礼23章の19節、34章の26節、新明記23章の18節に見られ、死の宮という表,題は表現は、吉明6章の24節、第一侍記1章の24節、3章の15節に見られるから、幕屋であっても差し支えない。幕屋、死の家、死の宮は同義的に用いられているからである。 死への二十七の四節六節にもその例を見ることができるあるいは宮を天にある神の聖女と考えることもできる三章十一篇の四節十八篇の六節八節のあなたの義によってとは敵に対して自分の力を頼むものではなく神の約束により頼む姿勢を表すものである神,神の義とは神により頼むものを救ってくださる神の真実さ誠実さを意味する またあなたの救いの道に歩ませてくださいという意味にも解釈できる参照31篇の1説71篇の2節、119辺の4節。あなたの道をまっすぐにとは試練や誘惑の中にあって神の御心に従うことができるようにその道を平らにまっすぐに歩きやすくしてくださるようにということである悪者が待ち伏せている道ではなく神の備えてくださる逃れの道を求めるものである 27編の11節そして神は真実な方ですから試練とともに脱出の道も備えてくださいます第1コリント11の手紙10章の13節とあるとおり神は祈りに応えてくださる旧節に見られる悪者の巧妙さが神からの特別な導きを求める理由ともなる 28, 節の28編の3節この箇所は部分的に ローマ3章13節に引用されており人の罪の普遍性と深刻さを説明している言葉による悪の技の恐ろしさが開いた墓という言葉で表現されているそれは他人の破滅と共に自らの誠意をも破滅に導く恐ろし力である実説には悪者に対する神の裁きを求める祈りがあるが支援中のいわゆる呪いの言葉は個人的な幸福ではなく あくまで神ご自身の義と公正との立証を求めるものである。神への反抗者は神の裁きに委ね,るものが委ねるのが最も賢明な方向である。パウロが呪わるべ,べきものです,呪われべきです。ガラティア書一章の8節と9節と言っているのも同様に神の御手に委ねることを意味している。己の計りごとで倒れるようにというのも詩への中で 多くく出てるる祈りであるここでは原因と結果が強く結びつけられている。ノアの時代の構図による滅びも人の乱れが滅びの人の人滅びとなったのである。創世記六章の11節か13節甚だしい背きとはあなたに逆らうこと、えー、すなわち神に逆らうことである。これは具体的に神に立てられた王であるダイベに敵対することであるが、それはそのまま神に対する 反逆でもあるという意識が強く表されている。ここで二節の訴えの意味がはっきりする。追い散ら,さ追い散らすことによって悪者の力が弱まるようにと,うと,願と願っているのである。悪が全く表消滅することはないとしても悪の影響力が小さくなるようにというのが神に信頼する者の,の祈りである。死の色にも。 我らを見心に合わせず悪より救い出したまえとの祈りがある。11節でダビデは神に対する喜びの賛美を信仰者すべ,すべてと共に捧げている。彼の祈りは個人的な叫びの個人的な嘆きの叫びであり訴えである,あるように見えた,見えたが実はそうではなく王としての自覚に基づく代表者の祈りであった。皆を愛するとは約束の主、契約の主として。 自己を表,表された神に信頼することであり、イスラエルの歴史において示されてきた救いの神の本質と属性を信じることである。出エ,エジプトキ34章の6節と7節私たちに表された神の具体的な皆はイエス・キリストであり、私たちはその名によって神に栄光を期するのだろう。ピリピリの手紙2章の11節12節にある大竹は、 3辺の,の3節で追求されている盾の倍の大きさがあるもので、全身を覆う盾である。これは神の完全な守りを表している。正しいものは単数であるが、全説との関連や代表者としての祈りであることから、決して個人的なものでなく、信仰共同体を意識しているものである。個人的な,祈りの個人的な私の祈りが、また私たちの祈りとなるようにと。 教えられる支援である。はい、感謝いたします。えー、富井先生の、えー、新聖書、公開、シリーズからの支援の、えー、5編の、えー、学びとなりました。最後にまた、えー、支援の5編をお読みして、この、えー、学びを閉じさせていきたいと思います。支援の5編、えー、指揮者のためにフルートに合わせて旅での参加。 私の言うことを耳に入れてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の、私の神。私はあなたに祈っています。主よ、朝焼けに、私の声を聞いてください。朝焼けに、私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高まる者たちは、御目の前に立つことはできません。あなたは、 不法を行うすべてのものを憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。死は血を流す者と欺く者と意味嫌われます。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。死を私を待ち伏せているものがおりますから。あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。彼の口には 真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らのドは開いた墓で、彼らはその下でらいを言うのです。神を彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように。彼らの花だしい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、徳しえまでも喜びを歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり。 皆を愛する者たちがあなたを誇りますように、主を誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。感謝いたします。支援5編でした。えー、また次回、聖書の、まあ、支援の学びのときにお会いいたしましょう。マスターとした皆さんの豊かなあ祝福をお祈りいたします。えー、マスターとした主です。 패션 프레이즈 새로운 바이